韓国男性グループ BTS、防弾少年団がグラミー賞で惜しくも受賞とならなかった。15日午前4時から第63回グラミー賞プレミアセレモニーがアメリカで開かれ、YouTube ライブストリーミングで公開された。グラミー賞プレミアセレモニーは本受賞式の前に開かれる事前受賞式だ。同日の事前受賞式で BTS がノミネートされたベストポップ賞、グループパフォーマンス部門賞はアリアナ・グランデとレディー・ガガのレイン・オン・ミーが受賞した。韓国大衆歌手としては初めてグラミー賞にノミネートされた BTS は、惜しくも受賞の栄光を手にすることはできなかったが、同日の午前9時に開かれる第63回グラミー賞の本受賞式にパフォーマーとしての出演を確定、舞台を披露する予定だ。しかし、新型コロナウイルスの影響のため訪米することはできなかった。BTS は今月11日にソウル市内でその舞台を事前録画したと伝えた。韓国大衆歌手がグラミー賞で単独舞台を披露するのは BTS が最初である。過去2019年には BTS が受賞者として招待され、韓国大衆歌手では最初にグラミー賞に参加した。第62回のグラミー賞にも参加し、リルナズ X と一緒に舞台を披露した。BTS、防弾少年団、第35回日本ゴールドディスク大賞で8冠。海外アーティスト史上初の快挙。3年連続となるベストアジアンアーティストほか、アルバムオブザイヤー、ベスト3アルバムなど。BTS、防弾少年団、グラミー賞での単独パフォーマンスを成功裏に終える。俳優ユアインと女優チョンユミの SNS 上でのやりとりが話題。ユアインがバスに掲げられたチョンユミの広告写真を掲載し、そこで何してるの?と投稿。それを見たチョンユミはソウル見物だと返答。ニヒトは先月、青龍映画賞で人気スター賞を受賞している。